お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらラバルをね、使っていきたいなと思います。というわけでやっていくんですけども、墓石ですね。今回注目してほしいのは墓石が、強化されました、実は。って感じなんですけど、エリババに今回注目いってて、マジで周りのカード全然ね、あんま触れられてないんですけど、墓石 HP がなんて 4% ね、強化されてます。まあ、4% ほぼ変わってないです。なんなら使っても何が違うかわかんない。まあ、わかんないんですけど、まあ、強化されてるらしいのでね、ぜひ、ていうかまあ今回使っていこうかなと思います。で、まあ、他にも、エレキのね、攻撃力下方だったり、スパーキーもね、ちょっとでかかったかな。スパーキーの初撃ですね。ターゲットを見てから攻撃するまでがちょっと遅くなったんですよ。なので、なんか意外と、うわ、今までだったら撃ってたのに撃たないじゃん、みたいなことも、まあ、あったりするんですけども、お前だけはね、墓石だけはマジでわかんないの。マジでわかんないの。本当に、わかる人すごいなと思いますね。まあ、前まで、ほぼ使われてなかった、最近だと。まあ、ラバデッキに、まあ、このラバルとかに入ってたかなぐらいで、まあ、ラバ使ってた人からしたら、おロッキーみたいな。墓石強化されたのみたいな。なんかロッキーみたいな感じだと思うんですけど、使ってなかった人からすると、本当にね、あんま言いたくないんですけど、どうでもいいですね。すごいどうでもいい調整が、まあ、なってるんですけど、さあ、強化された墓石で、2、でも多分前まででも多分ナイト3発だったとか、3発とかだったと思うんですよね。よしよし。今回って遅延好きだから結構相性良さそうなの引いた説ありますね。よいしょ。いやーあれ、ファイブっちょ。で、まあこれ一旦ステイでいいかな。お、逆行った逆行った。いや、これはスケドラ追加していいな。バルーンだと施設トレーナーで緊起動されるので、このスケドラ追加とかが一番ね、相手からしたら苦しいですね。よいしょ。そうそうそう。まあ、全然刺さんねえな。アイビズがやりますね。で、まあ、墓石用あとは、スケラ用に後ろですね、タワー裏に置いとくだけで、相手からしたらね、結構厄介だと思うので、それやっていきたいですね。で、ラバー一番隅っこじゃなくて、一個端っこに置くと、端っこから枠開けると、バルーンを外回しできるんですよね。ラバの外回しとかできるので、こんな感じでやっていきます。まあ、これは悩むな。まあ、これ、追加メガゴをすれば、あれですね、施設トレーニングされても、あ、外行かなかった。もう一マス行けばよかったか。まあまあまあ。あれ、緊起動されちゃうんで、僕はこっちですね。このメガゴを通すことを死ぬ気でね、頑張ります。バルーンは、そう、緊急度される。あ、ほんと、ババが。ババが、あれちょっと待って。ババお前やりすぎじゃね、いやー、やりますね。ババが。ババが強かった。よし、という風な感じでね。あとはもう強化された墓石を、置いとくだけっていう。墓石、何も活躍してねえな。今回。まあ、他のカードが、単純にね、刺さったという風な形ですけど、まあ、エリババがね、今回強化されて、ちょっとエリババの使用率が増えてる。まあ、そして、あとはミニペッカもね、攻撃速度がね、0.1 上がったというところで、まあ、ミニペだったり、スパーキーは買おうか。まあ、ミニペスパーキーとか、まあ、エリババが増えれば、まあ、墓石の活躍する場もすごい増えるんじゃないかなと思うんですけども、多分増えない。そんな変わってないからっていうのと、まあ、墓石の代わりとして、ゴブリンの檻とか、ボムタワーがすごい優秀なんですよね。まあ、ラバデッキの墓石はいいと思うんですけどね。それ以外の場面では、なかなか活躍できないかもしれないんですけど、まあ、増えてくれるとちょっとまた、なんか今までと違った関係になってね、面白いかなと、まあ、思ってますね。さあ。というわけでね、ガンガンショテラバしたんですけど、あ、待って。また同じようなの引いたかもしれない。これ、あれだな、手札周りが、やばい。これ、やばい。施設トレーナーで普通に緊起動されたら終わるっすね。あ、やばい。さすがに、やったかもしれない。これ、終わった臭いっすね。あれ、トレーナーで緊起動されるんで、この間にちょっと攻めたいっすね。遅延スケロだ。2連続遅延スケロ。めっちゃ流行ってますね。あ、でもこれ、あれだ。相手施設トレーナー使ったから、止まんないやつだ。さあ、というわけで、1本降りてえな。ファイブでも気合で打っとくんですけど、いらなかったですね。いや、2連続、ちょっと相性良さげなの引いちゃいましたね。さあ、皆さん、ここからです。墓石の活躍のね、そういうところを見せたいと思います。
いや、これスケラ受けに優秀なんだよね、このタワー裏の墓石っていうのは。まあ、スケラ撃たれたらナイトを速攻とかします。よいしょ。さあ、あとはこの墓石から出たスケと周りがいい感じにね。よいしょ。さあ、でスケラも円のやっぱこう見て見たら分かるんですけど、隅っこからしか結構湧かなくなってるんで、てかもう確定かな、隅っこからしか湧かないです。なので、まあ、このタワーの内側付近の隅っこだったらダメージ受けるんですけど、まあ、反対側とかからだとほぼほぼねスケルトンに殴られなくなったので、まあ、そう考えると結構痛い加法かな。スケラーとしては結構痛いかな。なんか言葉が出なかったな。まあそんな風な感じでね、またちょっと環境がね変わりそうですね。まあロイジェが強いのは変わんないと思いますね。間違いなくロイジェが結構強いと思いますね。トリトンハンターあたりが。よいしょ。さあ、とりあえず、あとは2周目ラバーを回してもいいかもっすね、これは。ちょっとこの辺からおしゃれ。あんまこんなことしたことないんで。ごめんなさい。よいしょ。これで竹取って、なんかすごい微妙なことしてるかもしれない。まあ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 。さすがにもう30秒なんでね、こう時間稼げばいいですね、僕としては。さあ、ボーイポーズン使った。で、墓石ね、タワー後ろ置いとくと、スケラーのね、防衛で超優秀ですね。ああ、これ逆サイド。よいしょ。いや、いいファイズアップ。さあ。で、まあ、あとは、もう僕がね、攻めれば。このスケルトンがね、地味に攻めで活躍してくれそう。ちょっとやばい。いや、でもいい。待って、ワンチャンやばい。え？待って。え？本当にやばい。ちょっと待って。やばいやばい。本当に、舐めてるとかじゃないんでね。普通に追いつかれちゃった。一回落ち着きます。こんな試合早く終わらせたいんですけどね。このほぼ勝ち確定。相性がいいと思うんで。で、これラブフタしちゃいます。ラブフタして、あとはもうキングがスケルトン攻撃してくれるので、あ、スケラか。やば。いて、ザップって。オッケーオッケー。もうこうなれば、左にトルネードを使わせない。右にこれ、バルーンにトルネードを使わすって感じで、施設か。あれ？ちょっとやばいな。ちょっとやばいっすね。さてはうまい。あ、なんか挟まれたメガゴが。まあまあ、これ、このスケルトンが、スケがいっぱいいる。いや、頑張れ。今、ポイズンも打ったので、あとはもう攻めるだけですね。攻めるだけ。いや、ベビーがね、やばいっすね。ベビーが。これちょっとあれだ。ベビドラ来る。ああ、ベビドラの竹取りバルーン。いや、いい。来た。さあ。いや、いい。で、ここですね。ボムタワー使ったんで、逆サイドに攻めバーバリアンとかすると、意外と刺さるんですけど、さては際どい。待って。全然攻めが通んねえ。あ、このボムタワーもやばい。え、俺ワンチャン負ける？待って、ここに来てワンチャン負けるマジで。いや、でも、いや、さすがに。待って、ワンチャン負けるマジで。やばいやばいやばい。マジでやばい。これ真ん中ないとっすね。こんにちは。で、上処理して、あー、ババ強えな。ババが強え。あと10、あ、ファイブで終わる。あー、オッケー。グッドゲーム。いや、さすがに負けないですね。まあ、墓石強化されたおかげとか1ミリもないですけど。いや、マジでわかんねえな。わかる人いる？わかったらすごいけどな。っていうような感じですね。スパーキーとかミニペットとかスケラとか結構わかるんですよ。あ、ちょっと違うなみたいな。ちょっとの違いですらちょっとわかんないんですよ。さあ、まあ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 。かけてね、頑張ってくれてるね。墓石のね、悪口はそんなに言ったらダメですよ。今回アイスピ迫撃ですね、相手は。ああ、あれだ、マスケバルキリーの迫撃とかかな。まあそんな感じがしますね。とれ、おほん、すごい。ババだ。ババ来た。ババ迫撃、あんま見ないですね。ちょっと、とりあえず、僕もババケツラバでもよかったんですけど、逆サイぶっ破されたらちょっと守れなかったんで。いや、いい。いい、出た。これ 4%。この墓石残ったのはさすがに 4% っすね。4% だけど、みたいな。あんまりね、興味ないかもしれない。さあ、アッチャーババ、あ、ロイジェイか？いや、ロイジェイっぽいですね。これ、あー、そうですね。
ちょっと前にいたっすね。ワンチャンの5だけど、5来たらやべえな。ロケですね。多分ロケ迫撃。ロイジェンかな。で、テスラがないか。さすがにないか。オッケーオッケー。これ明確だけできつい。いや、ロケ使ったからバルーン追加して、アーチャー来たらザッパーン。もしかしたらヤナアメで泣きたいくなるぐらい。これギリギリでザップ打てば、よいしょ、タゲがバルーンにから外れて、このバルーンが通る。いやー、いや、スピタ一発、いやー、入らないか。まあまあ、いやー、ロイジェイ痛いですね。でも、相手は、ロケだったんで、ロイジェイババでね、べっこんべっこんでできました。ですね。あとは強化された墓石を置いて、強化された墓石を言いたいだけなんですけどね、マジで。本当に。まあ、スキが多分今までより放置してたら、今までより3体ぐらい多分出る量が増えたと思いますね。よいしょ。長くなってるんでね。生存時間が。いや、いい！強えな、ババ。ババが強え、単純に。これメガゴつけるだけで相手からしんどいのと、アーチャーにはファイブ速攻打って。よいしょ。さあ、あとはこれロケ防衛するしかないんですよ、相手は。で、あとは強化された宝石置くでしょ。強化された宝石ね。これ強化された宝石から出たスケが頑張ってる。わ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。なんならこれ2周目ラバで。いや、いいね。相手の体育がね、あ、待って、しかもアーチャーやってる。お、来た。これもあと、いろんなとこからなんかユニット出せばいいですね。ロケットで、あ、やばい、ロケットで巻き込まれないよね。いろんなとこからユニット出して、これ強化された宝石をめり込み。やばい。いや、さすがに。これもし折られても、俺の方が折るんでね。なんならクラウンちょうだいみたいな感じですね。OK、グッドゲームというね、感じですね。まあ、まあ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 、でも、なんかいつも通りやってて、墓石がミリ残りしたら、あ、強化されたんだなと思ってもらえればいいかな。まあ、厄介ですけどね。地味残り墓石ってあれ。なんか墓石置かれてると、攻めれないじゃないですか。だから攻めても墓石の方に行ったりして、なんかそのスケもワチャワチャしてるしみたいな、意外とうざいじゃないですかね、墓石って。まあ、なのでちょっといいかもしれないですけどね、ぐらいですね。まあそんな感じでね、墓石終わりですね。またあとはなんか他のね、調整されたカードの動画も出したいなと思ってるんですけど、まあエレキミニペスパーキーとかぐらいか、そんぐらいですよね。あとスケルトンラッシュ、エリババ強化。まあ、そんなもんか。まあ、いろんなカードが調整されたけど、全部のカードがほんのちょっとずつしか加法されてないので、まあ、大きな変化はないかもしれないぐらいかな。はい。またなんか1コス4枚系のね、いろいろもやっていきたいなと思ってるんでね。よろしく。エリババやりたいですね、エリババも。はい。ぜひね、お楽しみにくださいと。まあ、いうところでね、よろしくお願いいたします。さあ、墓石置いてきます。いや、これ強化されたからね、こいつ。頑張れ。いや、脆いな。脆いけど、いや、この墓石を置いてあることによって、一旦相手からのね、攻めをね、防げるというのは強い。あー、これでも、釣られねえな。墓石釣られねえな。ファイブ来たらやべえな。オッケー。バルキリー。これで、まあ、両サイ、まあ、スケドラはあれ無視できるか、普通に。今回言っては、バルキリーゴーストの、なんだ、まあなんかって感じかな。あー、いや、それうまい。あ、戻ってきた、お前。戻ってくるんかいっていう。あれ、ファイブ落ちてえな。いや、ザップでいいか、あれ。さて、ザップでおさらばしちゃおう。これ、トレネあったらやばいですね。いや、あるか。トレネありますよっていう感じでしたよね、今。あ、ない。あー、ある、ありますね。まあまあまあ、これバルーンにタケがいって、このパピーが意外と入る。あー、ザップか。相手は、トルネザップですね。アイスイズボムタワーのトルネザップという風な感じです。まあ、墓石を置いておけば、一旦こっちからは攻撃されないんですけど、逆サイに普通にゴーストでね、折られるっていう感じですね。まあ、ここを一本上げて、11にしちゃいたいですね。相手はバルーン、ザップ、ゴースト、アイウィズ。ファイバーがあるかどうかぐらい。ファイバーあったらやばいけど、なかったらスケドラで一生守れる気がしますね。とりあえずこのスケドラで相手のスペルが分かりますね。よいしょ。おー、来る。これ防衛5しよう。あ、スケドラ戻ってくる。ナイス。いや、いい。ザッ
ップはいらないですね。オーケー。いやー、これ耐えれたのでかいですね。であとは、まあ、なんか、ね、適当にバルーン飛ばしちゃいます。よいしょ。あ、待って。アイウィズ、アイウィズじいちゃん。じいちゃん、ミリ残りすぎでしょ。さあ、墓石でね、強化されましたからね、こいつ。強えぞ。俺の墓石強えぞ。よえー。ゴーストが強え。いや、ゴブリンもいて。まあ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 、こっからですよね。こっから、後ろからしっかり形組んで、まあ、バルーン来ても、ファイブ、メガゴ、墓石いろいろあるんでね。サイコロファイブ打てばいいかな。フリーズとかあんのかな、もしかしたら。ちょっとファイブ打っちゃおう。ボムタワーとアイウィズンにファイブ打って、やべ、タゲがこれ、あれか？ラバに行ってほしいな、ラバに。これ、ババでいいや。もう墓石は使わないよ、僕。墓石の信用ないからね、っていう感じでね。さあ、これでザップ打っちゃおう。よいしょ。さあ、いやー、このボムの爆破が強い。あ、でも一発でけ。さあ、で、一回バルーン警戒でメガゴから入って、まあ、墓石が入れば、あ、入ればっていうか、墓石があれば、まあ、バルーン打つって時間稼ぎできるんでね。よいしょ。さあ、これですね。まあ、HP4% あんま影響しないんですけど、これ。よいしょ。で、一応なんかね、警戒でスキドラとかも出しつつ、いや、このボムの爆破のね、使い方がね、うまいですね。この爆破でね、行かれちゃうんですよね、彼ら。実は。よいしょ。僕、やばい。ワンチャンやばい。真ん中バルーン来る。やばい。待って。ファイボで勝てる。ファイボで勝てるけど、遊ばれてる施設で。やばい。一貫耐えて、いや、耐えてしまえば、いやー、ナイス。さあ、というわけで、スケドラ OP でしたね、今回は、グッドゲームと。まあ、いう風な形で、まあ、そんな感じかな。墓石、まあ、ぜひ使ってみてください。うん。めっちゃ強いって感じは特にわかんないんですけど、まあ、評価されたっぽいんでね、ぜひ、皆様ね、ラバル、使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。